ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。総集編、第6回をお届けします。いつも通りにトリミング済みです。2023年は本当にありがとうございました。年越しを無事迎えることができ、嬉しい反面、新年早々の災害に胸を痛めております。特に寒い季節でもあり、その辺も心配しております。支援はすぐに始まります。それでは本編をどうぞ。前回は妖艶すぎるハイドラ姉さんにひねられた野郎どもが続出したっけな。ナチュラルに嘘をつかないでくれる？ちなみに AI にハイドラ姉さんを書いてもらいました。軽くひねってあげましょう。一番簡単なやつのインスタントビルドなんで軽めですが、少しひねられたいかもしれん。マリサさんってそういう。次だ次、影の主役であるサンドコロニーの紹介もやったっけ。彼らがいないともはや先がないからな。ありがたいことだ。そして地味なボディブローが効き始めた。自動化を怠ったつけとはいえ、これはきつい。やることだけが増えてゆく、不思議なゲームだ。そんなわけで今回も行ってみよう。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。フランキーがスパークルを起こしてました。さすがに早いな。追加してすぐだからね、早い方だとは思うわ。スパークルは周辺にも好影響を及ぼすのが地味に助かるわな。これだからね、バルーンアートと並んで最強クラスよ。他も強化されると良いけども、まあ弱体化はしないでしょうよ。足の遅いフランキーに序盤にこれはありがたい。コーラを差し入れてやりたいわ。コーラを飲ませておけば機嫌いいらしいからな。ちなみに担当声優の八尾和樹さんは甘いものが苦手だそうです。外で子供にがっかりされたので、それ以降外ではコーラを病院しているそうです。律儀なお人ね。大ベテランなんだけどな。気になってる人がいそうなので熱レイヤーを移しておきます。今のところ熱で問題は起きてません。むしろ雪しお水のあたりが冬になりそう。定期的に氷が起きてたからな。何が起きてんのかと思ってたわ。スリップスターのあたりが熱を持ってるのは良い。だがこれスーツドッグのあたりで多重の液体ドアと真空で断熱しないとまずいんじゃないの。将来的にはまずいと思うな。ひたすらに異彩を放つ雪塩水、そしてアビサライトの優秀さよ。断熱タイルよりも微妙に高性能っぽいのよね。数値ではそうみたいだけど、実際の計算式ではどうなのか怪しいが。アビサライトとの比較の深掘りがどっかにないもんかしらね。霊夢さん、前回で思い知ったと思うが。わかったわよマリサさん、自分でやるしかないってんでしょう。そういうことだな。現実は非常だ。また仕事じゃなかったワカメが増えた。ワカメの由来が知りたい方は右上のジャンプ項目から該当動画へどうぞ。第一電気分解室が手手間なので、こっちに第二を作りたいのですが、いよいよ隊員が来てくれない。もうこれ緊急事態でしょ。皆さんからいただいてるアドバイスに従って、日常業務を止めよう。動物のお手入れは停止、シングルリードの収穫も停止、アーバーツリーの刈り込みも停止、サイクルはもうじき600になろうとしてんのか。そら問題も煮詰まるわけよ。第一の方は小麦の上を一旦、解体して、中央のハンピー君に自動囲みで作り直したい所存。ソースや第一電気分解室も改良できるんだけどね、アビサライト残しがなんか縛りみたいになってきてるな。こっそり後付けで縛りってことにしちゃおうか。そんな恥ずかしい真似ができるか。大丈夫だってバレねえって悪魔ね。今更ですが生活排水の消毒を検討してます。どうしたもんかな。汚染水の間欠泉が見つかってはいるけれども、しかもつよつよ間欠泉らしいが、汚染水の給水と取りまとめも進めてますけど、灌漑の自動化で安定するレベルにないんだよな。8トイレで1サイクル 21.7kg の汚染水が出ると、流し台が汚染水を 5kg 出すと、なら隊員1人につき1サイクルで 16.7kg の汚染水か。うちは今住民だから 167kg の汚染水になる。おおよそ6サイクルで1トンできる計算ね。シンブルリードが1本で1サイクルあたり 160kg の汚染水が必要。なるほど、やっぱりあれダメだ。栽培してるやつ引っこ抜いて野生に任せましょう。それなら汚染水の殺菌室はマストになるな。液体貯蔵庫が1つで5トン入るから、埋まりきるまでに30サイクルの余裕ができる。こりゃあもたもたしてらんないな。まあ優先順位をつけてやっていきましょう。さすがにごちゃついてきた。皆さんも困り果てる展開だぞ。大丈夫、こっちはもっと困ってるから。1ミリも安心感がない。配電網が止まってるので見に来てみた。散々、皆さんに言われてたのをほっぽっておいた罰が当たったな。酸素の圧がやばいことになってます。しゃあない、宇宙にぽいだ。第二電解室の酸素も問答無用でぽいだからね。恐ろしいコロニーになったよマジで。酸素で鼓膜が破れ放題だからね。現状、そこは普通は二酸化炭素だろうが。こっちに言われましてもね、熱水もたっぷんたっぷんだし。しかもこの上にもう一つ貯水池があります。たぷんたぷんです。まったく。あれ？どうした？液体貯蔵庫って水没判定ないよな？多分。じゃあさ、貯水池に液体タンクを沈めておいたら液体の保存量が爆上がりじゃないかね？貯水を多重化するってか。そう。えらいことを言い出したわね。どうよ、これ。確かに気体タンクの振る舞いを考えればなくもないのか？サンドに行くぞ。組んでみた。普通に動作しちゃってるけど、まずいんじゃないかなこのテク。やってる人はいるだろうけども、マルチプレックスリキッドストッカーとか名前をつけて出してしまおうか。多重液体保存法か。
名前は良いけども、材質を吟味しないと炸裂する恐れこそあるが、炸裂したところでボトル化してるらしいけれども、どうしたもんかな、これ。動画とブログを日米双方で洗ってみて、いけそうなら名前をつけて小ネタで出しましょう。ショートにすれば見てもらえるかな。マリサさんの思いつきが形になるとは、便利そうではあるんだよな。単純に貯水力のブーストだからね、ハックでもないし、まあ狭いとこに大量に保存したい時に役立つくらいかね。序盤ではありがたいんじゃないかね。施策による空間確保の手間を減らせるもんな。発明だったら嬉しいとこね。さて、ロドリゲスでゲスって言ったらパンチね。ロドリゲスでゲス。マリサさんってあれよね、針線を構えた相手に頭を差し出すタイプよね。まあ一応の礼儀として仕事はします。じゃあ改めてロドリゲスの基礎を組んでみた。さすがに学習しました。この構造だと機体が詰まると破綻する。まだ基礎しか組んでないので、自動化についてはこれから調査しますが、どうやら比重の差を利用して自動分別しようってことらしいが、水素は上、酸素は下、と吸気ポンプを囲ってるのは負圧を狙ってのことかしらね。じゃないかとは思うんだが、機体が自由に動ける範囲を固定してるんじゃないかな。これは確かに組みやすそうね。事前に真空化する必要もない。ただ、吸気タイミングを調整しないと弱点現象もありえそうだ。出力は酸素の方が圧倒的に多いからね。スイッチつけても良いけども、どうせだから安全装置ごと自動化するかね。やるとしたらどうするよ。機体タンクの終端に自動化ワイヤーつけて、とかかね。うちの場合は酸素は宇宙にぽいだから気にしなくて良いけども、酸素で鼓膜が破れる意味不明コロニーだからな。水素が問題ね。つーかちょっと待て。どうした。電解装置1機で水素は 112g/秒、水素発電機は1台につき 100g/秒が必要。6台動かすにはまるで足らねえ。この3倍の規模が必要になるのか。そんなスペースどこにもないぞ。それこそ海洋バイオームを滅ぼすしかねえ。そもそもこいつを3倍って左右に伸ばす以外ないじゃんか。そうとも限らないわ。縦に3倍にしても構造次第でいける。3度の使用に感謝すべきだな。こいつは実験なしだとスケジュールが滅んでる。やばい。大規模ロドリゲスとか調べないとあかん。そんなのあるかな。大型の小型車みたいな話になってるぞ。子供が泣くぞこんなの。泣くな、確実に泣く。何しろ大の大人が泣きそうだもんね。こらひでや。他に手はないかしら。現行の狙いでは1経路につき水素発電機2台がマストだ。そこが狙いか。そうだ、ロドリゲスは手段であって目的ではない。ヒリヒリしてきた。この緊迫感がたまらない。何かないか、考えるのよ霊夢。何か始まった。面白いんで見てみましょう。目的は水素、水素なのよ、酸素ではないわ。アニメでよくありますよね、こういう演出。最近は少ないのかな。そう、酸素は邪魔なのよ、なくても良いの。昔のアニメは大体、額に汗をかいてやってましたね。あ、お、帰ってきた。マリサさん、直接宇宙空間にこいつを形成したらどうよ。いや、シーンチェンジ。無茶すんなよ、楽屋ネタになるだろ。これよこれ、どうよ。うわぁ、えらいこと思いついたな。これなら酸素の心配はいらないし、ポイの手間もない。宇宙が近いうちならではの荒技だな。こや、電力消費にしても 960W が浮くわ。お見事。アニメ演出を挟んだだけのことはあったな。名前をつけてあげたいレベル。しかし酸素不足にあえぐコロニーに殴られるで困難。どうよ。いやこいつはお見事。検証してみるけど実用に足ると思うぞ。そやぁ、好きなだけどやってくれ。下手をするとうちの心臓部になるかもしれん。逆転の発想から生まれたこのシステム。逆転裁判の登場人物にあやかって、鈴木まこシステムと名付ける。女の趣味がバレるからやめろって。もしくは神谷キリオシステムと名付ける。どっちもメガネじゃねえか。令和にメガネっ子とか恥ずかしいからやめろって。もしくは、皆さんすみません、霊夢さんは体調不良で退席されました。個人の下憤下憤、病人の頼みですのでメガネっ子システムとでも呼んでおきます。どこの世界に霊夢さんが退席する実況があるっつうんだよ。まあうちのチャンネルですからね、皆さん諦めてください。それからこの仕組みですけど、このままだと宇宙の吸引力が強すぎるので、まだ何かの仕込みは必要そうです。タイルの穴を4タイルまで減らしてもダメでした。一人で喋っててもあれなんで動画を閉めます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。前回はいよいよハイドラ姉さんの魅力が大爆発してしまったな。セクシーなお姿でファンクラブが設立されたっけね。霊夢さんこそ出たらね、やめてもらえる。トイレの下水の漂白も課題に加わったわ。最初にやっておけばよかったが、まあ言うてもな。サンドボックスでロドリゲスの仮組みも試した。仮組みとは良い表現かもな。事実だからね。そして直接真空に酸素をボイしようというメガネっこシステムが提唱された。本気でその名前で行くわけ。提唱者の文句は認めません。とほほ、今回も色々とありそうだな。そんなわけで今回も行ってみよう。ゆげさばチャンネルへようこそ。いらしてくださいました視聴者様。さて、今回はロドリゲスの構築候補への侵入からスタートです。場所としては小麦の上の真上、宇宙空間にします。
石膏タイルを張り込む手間はかかりますけど、それを嫌ってたら今後の開発に差し支えるかと思っての判断です。皆さんだったら素直に寒冷バイオームに作るだろうな。ハンピー君を避ければ空間がなくもないけど、向こうは冷却と小麦農園バージョン2の候補地になってるのよね。まあな、仕方ないだろう。経路を限定して、スーツを活用します。老僧探索用のスーツが暇をしてたからちょうど良いわ。他の雑多な作業や日常業務は停止やキャンセルしておきました。食料も十分だから当分はこのまま分回しましょう。結構、広めに取ります。必要なら隣の寒冷バイオームにまで食い込むかもしれません。さあ中止のできない中規模開発が開始。一体どうなってしまうのか、一昔前のプレビか。完全に無駄であることを実証する実験。なんだおいきなり。前回に宇宙の吸引力の話をしたじゃん。ああ、したっけね。あれなんだけどさ、ここまでのプレイで革新的に見えてきてることがあるので、それを形にしようかと思って。ふむ、今、広大な空間の中央に宇宙を開いて、空間を水素で満たしています。これがどこまで引っ張られるのか。てか、というよりも吸引距離に限界はないってのを確認する形ね。なるほど、このゲームは隣り合うタイル同士の干渉を繰り返す。だから宇宙から一定の距離が吸われるのではなく、隣接している限り吸われ続けるってことね。確かに初期の頃なら勘違いしそうな点だな。今じゃあたしなみレベルの常識だけれどね。この点って本作の基本的なプログラムルールだと思うんだけど、結構思いつってるよな。ワールドが広くなるだけで演算が増え続けるからね。広大なコロニーなんてのが実現できないわけだ。そらうちの常連さんのデータがロードできなくなるわけよ。多分これセーフティとかないぞ。止まったらごめんで動いてるのでしょうね。日本でやったら怒られるな。これ最悪、先輩に床に正座させられると思うわ。しかもさ、倉庫の中でも相互に干渉し合うとか地獄よな。毎日朝になると処理が止まる勢いで重くなるのも無関係ではないでしょうね。多分毎秒の演算ではなく1サイクル単位の相互干渉をやってるんだと思う。最近うちで宣伝がやかましいウェイワードでも同様の処理があります。あっちも寿命なんかはサイクルで動いてるっぽいのです。でも向こうは途中からサイクル単位になったんじゃなかった？確かそう。だから昔が地獄だった。恐ろしいこって。少し時間を進めて、各所のデータを拾ってみる。ほぼ大差なく減少してるわね。まあ予想通りだったな。視聴者さんでちょうど良いバランスを引いた、という方がいらしたのは、出力と吸引のバランスが良かったのでしょうね。まあ日頃の行いというやつだな。うちには無縁の概念だが、いっぱい悲しい。ってことでうちのロドリゲスには酸素の濃い自動化が必須になった。給電気分解施設は放置するんでしょう？その予定なんだが。何その歯切れの悪さ。今回の動画に入るかわからないが、収録で問題が見つかってるんだ。怖いやつ？地味に怖いやつ。ダメなやつ？相当にダメなやつ。すでにこの先を聞きたくない気分。いやでも聞いてもらうぞ。おほなロドリゲス候補の掘削は順調だな。食料もあるし、ペースは良いと思いたい。アビサライトをかち割った入り口にスーツドックをつけようかと思ってたけどいらなかったな。今後、必要かもよ。ジェットパックに切り替えたらこの辺はスーツで回すでしょうから、今後なら、積んでるかもしれないんだが、そういうレベルなの？かもしれん。周辺の調査結果次第ではあるんだが、抜け道くらいはあるんでしょう？多分。なんという感じだか。引っ張りますけどごめんなさい。積んでたらハイドラ姉さんの系だからね。微妙に嬉しい。ガスが機能してない。そして繰り返される悲劇。エア？あー、失禁してる。今回の犠牲者はあまり隊員でした。帰宅経路を自己破壊して孤立した模様。モッドでも防げないやつだ。これはデザイン側の問題だからな。モップがけの指示を出してその辺の素材で帰宅経路を作りましょう。これって将来的に簡易トイレとかできたりするかね？しないと思うわ。断言しても良い。だよなぁ、げんなりするわ。あんまりなんで緊急スケジュールをご用意。悲惨な目に遭った隊員のために、休日を設けます。1サイクルここに所属させる形で実現。失禁してるってことは間接だからな。別にゲーム上の支障はあまりないんでしょうけど、気分の問題で、おそらくだけど睡眠不足が続くとデバフがかかりつつ、そこら辺で寝てしまうんだろうな。誰かの実況で見たことあるわ。スーツを着込んだまま寝ると普通に危ない。まあ多重の事故を防ぐ意味でも休日はあっても良いでしょう。いずれは1週間ごとのスケジュール管理なんかもできるんだろうか。できたら便利だけど、よく考えて仕込まないと複雑化しそうね。優先度も絡むからな。一元化できたら良いんだが。物逆走を開始します。最も使い道はないに等しいが、ヘドロのまま置いておくよりは良いでしょうよ。こんなことにリソースを割いてるのも悪手なんだろうな。結果論でしょうよ。効率重視の実況ならロケハンしてからの台本プレイになるだろうし、まあこういうドタバタチャンネルがあっても良いだろう。オプチの実況って綺麗に進行するのが多いから、うちみたいなのはまあ貴重だと思うわ。綺麗にやらんと積むって側面もあるからな。ちなみですが金が付着していないのは確認済みです。ここも本来なら自動化で安全装置が必要なんだが、次に活かす形ね。
そういや仮装の手前で自販機を見つけてたんだけども。ふむ、どうしたの？ドアが開かないんだよね、これ。むむ、生体認証したの？開かないってメッセージが出るだけ。データベースにはアクセスできるのか？自動化スイッチがついてるなら切り替えてやらないとダメかな。これ壊してしまえば？仮にも遺産だからな、保護しておきたいが。ふむ、自動化スイッチがつくわね。壊したくなければこいつで開閉させる感じかな。んじゃあ手間だけどやるしかねえかな、これは。おわ、なんだ、誰か飛び込んだぞ。デボンだ、開かないってアナウンスなんだったんだ。普通に開いてるじゃねえか。もう意味がわからん。デボンの超能力か？怖くなってきたな。はい、動画に入りました。金玉が枯渇しました。これだもんな、最近は何でもかんでも金玉だったからな。使い勝手が悪くない上に大量にあったからね。金玉、鋼鉄を温存しなくてはという精神的ブレーキも悪く働いた。周辺に探索隊は出してるの？視界に収まる範囲を増やす程度には。うーむ、最悪、鉛とどうで回すしかないわね。鉛のおおよその埋蔵量を計算しておくか。気な臭くなってきたわ。最悪、崩壊も視野に入るぞ。言うてもまだ終わらんでしょう。すべての金属を失ってもなお、その前にロケットが飛べば希望はある。チキンレース地見てきた。それに、ジェットパックが用意できれば表層の隕石由来の金属が拾えるわ。ここに来ていきなりサバイバル要素が前面に出てきたな。ロドリゲスが完成すれば、機体タンクを間引くこともできるわ。完成すれば、な、何サイクルかかると思ってるんだ。60サイクル以上はかかるかな。どんなに早くても50サイクル以下にはならなそう。またしてもひりついてきた。おそらく有識者さんたちにはこの結果は見えてただろうな。金属使いすぎなんだよ、抜けとか思われてそう。施設の作り直しも多かったからな。言っておきますが、崩壊するまでやりますからね。崩壊したらどうしよう。その際にはマリサさんにはロドリゲスの系ね。なんだそりゃ。こんな感じ。ひえー、それともこっちが良い？おわー、こっちは効果があるようで一安心。やらせはせんぞ。士気が上がったようで何よりである。見えている範囲の金玉を掘っておきます。もはや限りある資源ね。次回までに見えてる鉄系、鉛の総量をどんぶり計算しておきたい。あとは見えていない範囲への捜索隊か。配電網の張り直しで微量とはいえ動画戻ったのは助かるな。他に金属資源を得る手段ってないっけ？表層にたどり着けば落ちてる金属が計上されるかもしれん。これはもしやロードマップが必要なやつ？手元で始めてる。打ち上げで金属の枯渇を延命ってあまり聞かない気がするけども。次元の狭間が目的であって永住じゃないからな。今のうちに宣言しますが、可能ならば永住に挑戦します。日本でやってる人いるのかね。こんだけプレイヤーがいるんだからいるでしょうよ。しかし金が切れるか、気にしてなかったからな。いつまで経っても配線が終わらないんで気がついたという。相変わらずのポンコツぶり。石食わせたら金属を出してくれる動物でもおらんもんかね。いたら真っ先に飼育してるよ。ロドリゲス用の空間が確保できたので、基礎デザイン中。こいつは、広がるな。電気分解が6台耐性だと 112×6 で 672g 毎秒の水素なんだけど、微妙な数値だな。7台だと 784g 毎秒で、キリが良いんだが、どちらにせよ吸気ポンプは2台で回せるわ。周辺、特に仮想のスペースには自動化回路を配置予定です。大したものは組みませんけども、しかし、これ大丈夫かな。不安そうね。今更だが、これなら右下の海洋バイオームを滅ぼしても良いんじゃないか？まあ、この空間も無駄にはならないけども、一旦、中止しよう。ロードマップを引いてみたい。条件は環境の安定化、でしょうね、もちろん。そのつもりだ。ロドリゲス自体は必須だから停止はありえない。初心者が目指すのが永住とは恐れいる。まあ夢はでっかい方が良いっていうじゃないか。わからんでもないわ。よし、それじゃ半端だがここらで飛行。はいよ。前回は水素を使った真空の吸引実験をやったな。今回の動画でもう数歩踏み込みますので、興味のある方はぜひご覧ください。個人的には面白い結果になったと思います。デボン隊員による扉すり抜けの術もあったわね。なんだったわけ、あれ。一番あり得るのはメッセージミスかしらね。まあバグじゃないし、よしとしよう。そして直近での大事件、金玉の枯渇。これは困った。皆さんに色々とコメントをいただいて、原因は見えてきたけども。今まさに建築資材が足りないとさ、余計な仕事が増えたな。課題ことは亀は増える一方よ。無限の食料とか夢のようなんだけど、なんだろうな、この違う感。そんなわけで今回も行ってみよう。湯気サバチャンネルへようこそ。いらしてくださいました視聴者様。前もあったぞこのくだり。霊夢さん、その顔どうした？ハイドラ姉さんのサムネで初速が1位だったのは当然のことである。おう、なぜだ？何が？なぜ、ロドリゲスおじさんのサムネがその初速を上回った？うわぁ、ハイドラ姉さんの魅力が伝わらないのは良いとしよう。なんかすいませんけど、はい。しかしロドリゲスおじさんの方が良いって、どないなってんねん。
誰だ、誰が見てるの、うちの動画。どういう趣味してんの、おっこもらしが好きなんじゃないの、マッチョなの、マッチョが良いの。大わかっただったら AI でムキムキ画像を大量生産してスライドショーにでもしてやんよ。こうか、これが良いのか。オラオラ動画喜べ変態野郎ども。オラ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 。落ち着きましたか。はい、霊夢さんって錯乱すると自分よりはるかにひどいんだな。そうみたい。まあ YouTube 先生のおすすめロジックはよくわからんね。そうっすね。ぶっちゃけると、第39回放送は東方の分析ではバズる予定でした。人為操作じゃなくて AI による自動判定らしいからな。理解できなくて当然かもしれん。いつも金曜の夜はゆっくり過ごさせてもらってたんですが、慌てて動画編集を開始した始末でした。YouTube 師匠、貴重な休憩を返してください。そもそもなんなんだよ、ハイドラ姉さんとかロドリゲスおじさんとか。自業自得の極みだな。ヨンちゃんにでも拾われたら爆笑してやるわ。絶対にありえないし。そらそうだ。仮想の鉱石分布をざっくり確認中。多くもないけど、少なくも見えないな。およそ120タイルに対して13タイルほどが存在してました。うちの仮想サイズはざっくり縦46タイル、横280タイルなので、総量で、12,880 タイル。これを存在比率で適当に計算すると、107と出た。107×13 で1391。およそ鉛の埋蔵量は1400タイルね。1タイルからは資源が8割取れるんだったか。だとすると1112トン程度ね。ふうむ、居住区の配電や施設の展開には十分な量に思えるが。問題は掘削の手間よ。自動化しちまおうかね。それでも輸送の手間は残るわ。重力逆転装置とかないもんか。また無茶を言い出した。さて、こういうものを作ってみました。アドバンセドノート様の機構を丸パクリしたストップウォッチです。前回、宇宙の吸引力について少し触れた際に、疑問が湧いていました。果たして宇宙の吸引力とはどの程度なのだろう、という点です。ざっくり触ってみた結果、やばい沼の気配を感じて慌てて引き返しました。沼を感じたのは、もしや気体によって吸引に対する抵抗力が違うのではないかという点でした。この世界には重さの概念がありますが、重さはすなわち動かしにくさなのだそうです。この辺はヒップス粒子がどうこうの話になるので、重いものは軽いものよりも動かすのにエネルギーがいると思ってください。さて、ここまで触れてから実験結果を見てみよう。実験環境は画面の通りです。まずは水素で試します。タイムをリセットしつつ、気体を敷き詰めて、ホイジャー結果まで飛ばします。そろそろ通知がカットンできます。結果、34分1秒でした。お次は二酸化炭素、準備ができたらまた飛ばします。見切れてすません。結果、33分9秒。ふむ、じゃあ次、酸素いきますよ。いきなり結果でドン。ほい、結果、31分2秒でした。思ってたよりも差が少ないな。水素はもっと抵抗するかと思ったんだけどね。これが水分なんかだとまた違うと思いますが。この結果をどう受け止めたもんか。そうだな。100キロの気体は宇宙に消えるまでおよそ30分必要なのが分かった。オキシ世界は600秒で1サイクルだから、5サイクルね。ひっくり返せば1サイクルで20キロを吸引するわけだ。ふむ、電気分解装置の酸素放出が毎秒 888g。1サイクルで見ると530キロ?じゃあ酸素をポイするには最低30タイルの宇宙タイルがいるわけか。やべえ今、作ってるロドリゲスの宇宙が足りないぞ。宇宙が足りない。なんというミステリアスなパワーワード。平成のアニメの主題歌みたいだ。しかしこのデータ、どっかにあんのかしらね。ざっと探したけど見つからなかったぞ。また重箱の隅になってるのか。隅っこ暮らしってこういう?絶対に違うと思うわ。しかし思ってたよりも面白いデータが取れたんじゃなかろうか。宇宙に関してはまだ面白く使えそうね。む、ひらめいてしまったんだが。毒でもない顔してるわね。これ使ってさ、自動エレベーター作れないかな。最下層から資源を持ち上げるてか。そう、資源は吸わないの見てたでしょ。へぇ、重力反転装置の夢が。ロドリゲスのデザインをしてみました。皆さんのご意見を受けてあまりでかくはしません。必要ならもう1セット追加する形にします。まずは無事に動くかどうかの確認がいるからな。そんでもって電源どうするよ?それだ。吸気ポンプ1台分をどっかから引っ張らにゃならん。また配電網の整理?まとめてやるから夏休みの宿題になるわけで、こまめにやっておこう。まあどうも帰ってきたし、調整しながら進めますかね。うちの配電網もそろそろ図解化したいとこね。あ、図解化で思い出したぞ。ふん?お見せすることを想定してなかったのですが、現段階で考えられるロケットのロードマップです。ふむ、作業内容も必要素材もごちゃまでね。まあどういう流れかを知りたくてな。
目標は金属惑星か、シードによっては存在しないこともあるらしいんだが、思ったよりも電力の総量が少ないね。ドクターストーンで散々脅かされたけどな。打ち上げ自体で電力を消費しないのね。これは自分も驚いた。普通、エンジンの起動って大電力をぶち込むんじゃないのかね。そういうイメージでいたんだけどね。現実は違うのか、オキシ物理学なのか。よしとしておこう。いやー、これは隕石による破壊をゼロにしたいわね。壊れるたびに鋼鉄で修理してたらそれこそ積むぞ。ロケットの試作も必要になるのか。まあ相当に巻かないと年内には飛ばないだろうけどな。年内に飛ばないかね。多分無理。出さなきゃいけない動画が現段階で溜まってるし。年内に出さなきゃダメなんだっけ。アニバーサリー的にそう。弱小チャンネルには重すぎる十字架。頑張ります、頑張りますよ。緊急、緊急です。11月17日、つい先ほど、アップデートの告知が来ました。可能な範囲で動画で触れてみます。確認できた新施設はこれらです。まずストレージタイル。壁に設置できるストレージのようです。容量が少し小さいな。でもこれで倉庫だらけが回避できそう。お次がやばい。食品乾燥機らしいです。その隣が復元機みたい。乾燥機は見た感じ、多くの食品を天然ガスで乾燥させる様子。これもう腐れとかありえなくない？二手間かかるけどな。で、その隣が動物用のコンドミニアム、宿泊施設、とあるが、動物の幸福度にアプデがかかったみたいです。その隣は翻訳してもよくわからなかったわ。パクーとシェルの動向とあるけど、察するにこれも幸福度に関係しそう。この辺は可能なら次回の動画で詳しく触れます。以上、緊急レポートでした。ロドリゲスの構築、実作業をお願いしてます。まずはこんな感じかな。もう少し裏で試してもよかったかもね。そうだな。そもそも断熱タイルである必要、あんの？ないかもしれん。何しろ宇宙だからな。むしろ熱がこもって自壊しそう。冷やす手段も考慮しておこうか。久々に登場のハンピー君にお願いするしか。まあそうよな。しかし宇宙は勝手が違うから、まだ勘違いしてる点があるでしょうね。ある、絶対にある。なんという力強さ、特に熱関係は動かしてみないと実感が湧かないと思う。3度で試した際にも地味なボディブローだったからね。後で聞いてくるんだ。あれ、プロレスがボディブローやらないわけだよ。あとはこの空間に散らかってる資材をどうすっかな。ロードって熱を持ってるんじゃないっけ。どっかで見たな。そういう一文、下手に回収してコロニーに入れると地獄になるのでは。適量ならスリップスターの2担保にちょうど良さそう。さて、配管のお時間です。そろそろ何かルールを作らないとまずいな。今更でしょう。そうなんだけどさ。まあ調べておくってのは賛成だけれども、配管、配線は永遠の課題なのかな。何か最終回答がありそうだけどね。縦と横のルール、空間を通す際のルールを決めてマス目上に管理すれば効率は良さそうだけども、効率にこだわると豆腐になるのは恒例だからね。うちみたいなアビサライト残しはなおさらきついな。さて、メガネっこシステムの自動化ね。抵抗を諦めたらしいな。自分で言い出したことだからね。自動化っつっても自動エアロックを回路につなぐだけだが、気圧センサと元素センサで安動を取ろうかしらね。酸素が一定気圧以上存在したら蓋を開けてポイッか。そんな感じ。液体エアロックは原油で良いんかね。他になさそうだしね。移動チューブの整備が待たれる。なんかもう隊員の数を今の倍にしたいとこね。手が足りない。とはいえ防衛席で隊員が増える可能性もあるし、この辺のセーブデータを別枠で保存しておいて、もしもルートをやっても面白いな。ドラえもんになんかそういう道具なかった？もしもボックス？ああ、多分それ。ふむ、それタイトルにつけても良いかもな。やる気なら今すぐにでもできるあたり、分岐ルートとして伸ばしてみようかしら。コミュニティで分岐マップを載せておけば皆さんも追いやすいだろう。少しやりたくなってきた。それは何よりだ。じゃそろそろ締めよう。はいよ。前回はロドリゲスおじさんのファンに霊夢さんがブチ切れてスタートだったな。普通に切れるわあんなもん。なんだろうな、うちのオキシと良い、皆さんと良い、面白い方向にハンドルを切るよな。裏で繋がっていると見た。信じたくなるこの状況。機体と宇宙の吸引力についての検証も前回の収穫ね。この件については直後に補足をさせていただきます。更新が飛び込んできたのも前回ね。慌てたもんな。これに関しては少し、今回の動画で触れています。が、思っていたよりはるかに意味のわからん更新だということがわかりました。何を言ってるんだと思いでしょうが、まずは今回の動画をご覧ください。軽くへこみました、マジで。そんなわけで今回も行ってみよう。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回は前回の動画への補足から開始です。前回の動画において東方の言葉が足らなかったために誤解を読んでしまったかもしれませんので補足です。前回の機体の吸引実験で重さ云々というセリフとともに結果を振り返りました。東方としては概ね予想通りだったのですが、その根拠が重さプラス抵抗力のつもりでおりました。つまり動きにくさだけでなく吸引力に逆らうだけの抵抗力を加味してあの結果に満足していた次第です。その抵抗の力の元はもうお分かりだと思いますが、機体の上下の移動する力です。水素は上に、二酸化炭素は下に、酸素はその中間に位置するイメージがあります。
そこから考えるに水素が最も抵抗力が高く、ついでに酸化炭素、平均が酸素なのかな、と。なんか楽しくなってきてますので、この実験は機体を変え、条件を変えつつ続けようと思います。ご指摘にも含まれてたけど、一回試して実験ってのもあれだしな。ただ、少し今回の更新で違和感が出たので、今後は流れを読みつつ柔軟に対応します。量は何も決まってませんのです。日本語は便利ねー。言ってる場合じゃないぞ。さて、本編開始ですけども、トップページのデザインが変わってました。上から最新のアップデート情報、今後の更新予定、そして新たな設計図。上の2つはブラウザが相手公式サイトに飛ぶようですが、この設計図ってのが前から疑問だったのよね。良い機会だから見てみよう。なんだこりゃ、着せ替えデータかな？そのようだが、どこで設計図を手に入れるんだこれ？あ、もしや、意味わかんなくて放っておいた新たなどうのこうのって項目かな？そんなのあったっけ？あるある。これよこれ。ああ、あったなこれ。わけわかんないので皆さんに質問しようと思ってたやつだ。多分この項目で設計図が手に入ると思うわ。だろうな。他にこんなとこにも。なるほどな。このメニューに絡むのか。多分ね、たまに見たことないヘルメットをかぶってる人がいたのはこれだったのか。スーツなのにパフのヘルメットをしてた実況者さんがいたもんね。特別な効果はなさそうだけど、外見が変わると気分も変わるだろうし、いろいろと試してみようか。設計図をもらってみる。補給扱いなんだな。アンロック項目自体は少ない部類なのかしらね。大幅に増やすなら DLC に回すだろうし、まあこれでも多めに用意してくれてる気がする。ふむ、石膏ボード。霊夢さん、嫌な予感がする。奇遇ね、マリサさん。私もだわ。どんどん出てきて終わらねえ。どのくらいのペースで追加されてたか知らないけど、下手すると8ヶ月分だからね。恐ろしいな。かぶりなしだとすると揃うかもしれないぞ。さすがにこんなもん動画にして良い代物じゃないわ。裏で処理しておきます。結果はいずれご紹介するかもです。さて、じゃあ更新を軽く見ていくけども、早速に偉いことに気づきました。壁掛けストレージに内容物が1種類しか指定できねえ。いよいよ何に使うわけこれ？一気にわからなくなった。少なくとも思ってたのとかなり違う。日本語まとめ域にも有効そうな情報はなし。まとめてくださっている方、いつもありがとうございます。お疲れ様です。ちなみに海外では項目すら存在しなかったわ。製造するのに生成金属とガラスも必要だし、いよいよわからん。装飾の高い資源を入れてみるとか？そんなんあったっけ？奉仕欄くらいしかピンとこないけれども、ちょっと重そうなので深掘りは次回以降に回します。架空の家を設置してみる。この辺で良いかな。一目散に来るわね。これも引き寄せ付きかよ。落ち着いたら外されそうではあるけども。サーカットンできたパクー選手、何をするのでしょうか。楽しみですね、マリサさん。そうですね、霊夢さん。あーっと、パクー選手中に入った。そして、眠り始めました。リラックスしていると見て良いでしょう。というよりも芸が細かい。スタッフさんも楽しんでいる気配がありますね。そしてこれは、居心地の良さにプラス判定が入りましたね。ということは動物のコンドミニアムも同じ効果かな？動物ごとにアニメが違うんだろうけどな。ってことでチップ先生にもお願いしてみる。これはチップ用って言っても良いんじゃないかね。何しろ爪研ぎにキャットタワーだからね。早速、爪を研いでるし。一連の動作で居心地の良さが上がるみたいね。そのようだな。食品乾燥機を使ってみたわけですが、もう意味がわからん。恐ろしく遅い上に発熱もすごいし、排出も遅ければ終わるといきなり水を吐いた。しかもパックするたびにプラスチックが必要らしく、まあそこはわからんでもないですが、位置処理に対して12キロも使うことはないんじゃないの。しかも水を吐くのが本当にわからん。あ、よく見たら水を吐くって書いてある。じゃあ設置場所が限定されるんじゃん。いよいよわからん。それでは驚愕の排出の遅さをご覧ください。ピリ辛豆腐の乾燥が終わったところです。遅いので明かりをつけました。はい、おおよそリアルで50秒が経過しています。これはあかん。しかもいくらやっても料理を復元してくれなかったので、次回以降に回します。もういよいよわからなくなってきた。しかし切れ味の鋭い更新だと思っていたが、蓋を開けるとくせ者揃いだったな。前回の方が切れ味は鋭かったかもね。冷えてる。こりゃいよいよ難しさがブーストするな。ロドリゲスからの水素を受け取る用意をしておくわ。全力で稼働しても余剰分が毎秒 48g 出るので、タンクは必須だな。まあ作っておいた方が効率は良いでしょうよ。ここに水素を溜めつつ、下で消費するわけだ。これができれば久しぶりに液体クーラーと精錬装置が再稼働するわ。なんかもう現実の核の関連施設みたいだ。あっちは政治や権利が絡むからさらに厄介でしょうよ。技術だけでも大変なのに、現場の苦労は計り知れない。思わず現実世界の厳しさに触れるマリサさんであった。そしてあの隊員が再び悲劇に見舞われる。あまり隊員がスーツを着たまま孤立してます。命に別状はないから起きたら自力ではしごを作って帰宅させよう。ちなみに例の地上施設を探してました。方向的にはこっちだと思うんだよな。右は行き止まりが見えてるからね。
そういや例の施設って真ん中に来るとか決まってるのかね。さあ、そういうデータは見たことがないな。そして寝起きに失禁。ああ、もう、スーツドッグのモップがけをしないとな。これ大丈夫なの？帰ってこれるの？身近な素材ではしごを指示すればいけると思う。ダメそうなら緊急で救助隊の派遣ね。お、やってるやってる。これなら大丈夫そうね。あまり隊員は強制休暇スケジュール送りだな。作ったばかりのスケジュールなのに大忙しね。前回のはこっちのミスだけど、今回のは不可抗力みたいな部分もあるんじゃないかね。この現象を完全に封じる手段があれば知りたいところね。物質レイヤーで崩れるタイルを見極めるしかないんじゃないかな。最初からやっておけって感じ？かもしれない。一恥を強制的にさらされたあまり隊員、休憩と睡眠に極振りしたスケジュールで休んでもらいます。そういやサウナどうすんの？ああ、それもあった。3度で試作しなくては。木材的にはいけるんかね？それなんだけどさ、木材って在庫がわかりにくくて。谷、ってのはどういうことなのかしらね。それがよくわからない。まとめ域ではツリー1本で木材が300キロ排出されるとあるのだが、普通に読むとこれ147トンあることになるんじゃね。こういう時にはやることは一つ、翻訳モッドを外してみる。ふむ、ユニットの複数形だな。海外の記事を流し読みしてきた。どうも木材関係は重量で扱わないらしいわ。あれかな、乾燥するからかな。それなら国内でも事情は変わらないわね。また情報を探してるな。見てきた。やはり樹木の種類による水分含有量の問題みたい。そんなとこまで気を使ってんのかこのゲームは。関係者に突っ込まれないための予防線じゃないかしらね。大いにあり得る。まっさらな山道を作って確かめてみた。初めてのツリー収穫の直後がこれ。床に落ちてる木材が300キロ、そして在庫も似たで表示されてるのが300単位。1単位1キロで当面は良さそうね。だがこの容器については頭の片隅にピン止めしておくべきだ。確かに引っかかりがある。何気なく開拓風景を見ていると、あったぞ。よしでかした。とうとうグラビタス社屋の受付に到達だ。これを探していたのです。例の施設とかもったいつけてたのはこれでした。よし、これで宇宙開発の拠点ができたわね。別にその辺の治療でも良いんですけど、隕石の被害がでかいのでこれを利用するのが手っ取り早いんすよね。よしよし、これで矢探しもはかどるってもんよ。もうアキスのセリフにしか見えない。当コロニー3人目にして久々の処刑。犠牲者はエリー隊員です。いつ見ても絵面が危ない。新施設で洋画でこういう処刑シーンがあります。あれは本当にきつい映画だった。さて、何が服かな。快活な駆逐だな。割とオーソドックスなんでしょうね。これ、通貨他がひどいんじゃないのか。再生とか割と意味がわからん。病院があればいらんだろこれ。孤立を延長できると思えば使えそうだけども。そんな状況なら積んでるんじゃないかね。言えてる気がしてきた。なんかよくわからなくなってきた。今回はもう締めよう。はい。前回は支給品から始まったな。よくわからなくてほっぽってたから良い機会になったわね。まさか奇世界データだとは思わなかったが、いくつかスーツを作り直しましょうか。スーツって金属に戻せたっけ？どうだっけね。まあスーツはあっても困らないからな。増やしても良いだろう。更新の乾燥機も扱った。あれには参ったわ。使い道がまるで思いつかない。復元機が必要ってのがミソだよな。しかも水がいるし、今後のアプデの下準備だと自分を納得させるしかない。もし無理やり使うとしたら霊夢さんはどうするね。仮想か上層の半場に送り込むくらいかしらね。熱水には不自由しないだろうってか。そんな感じ。グラビタスの受付も見つけたっけな。個人的にはこいつが大きいわ。630サイクル、実時間で8ヶ月も待たせてしまった。今回は矢探しもしますのでご期待ください。そんなわけで今回も行ってみよう。湯気サバチャンネルへようこそ。いらしてくださいました視聴者様。さて、今回は試験的に稼働したロドリゲスおじさんの調整からです。本格稼働の前に機体の流れを追ってみると、やはり酸素が混ざり込んでました。てなわけで、かつて大失敗したフィルタリング弁当を採用します。ここだったら配管が詰まったとしても突破はできないし、単純に停止するだけだと思う。あとはバランスを取れるかどうかね。宇宙の露出面積の加減でうまいことバランスが取れると良いけども、それがこのメガネっこシステムの理想だからね。どうせなら石膏ボードをメガネの形にでも掘り込めばよかったかもな。検討しておくわ。しかしこれで、なんだ、右側の経路が満たされることになんのかな。その予定なんだけどね。ただし、右の経路に接続されている水素発電機は、液体クーラーと精錬装置につながるから。ああ、余剰電力が随分出るのか。そう。とはいえ稼働させると余裕が400ワット程度になるので、一般の配電網に向かない。こういう余剰電力のうまい使い道はないもんか。同時稼働しない大電力施設にきれいに割り振れたら良いのだけども。タイマーセンサーで1サイクルごとに給電を切り替えるとか。ああ、それ良いかもね。半サイクルでも良いだろうし、問題は組み合わせだな。こや、大電力の日、常時稼働の施設か。そんな都合の良いものある？精錬装置の相棒を探せ。少なくエストだなこや。軽くまとめを見てきた。
生成に限るならガラス工房とオキシライト精錬装置が条件を満たしそう。オキシライトか。ロケット打ち上げに必要なんだったな、確か。そうみたいだけど、上位互換が液体酸素タンクっぽい。工程を一つ飛ばせるのか。言うてもいきなり液体酸素はできないわよ。酸素の凝集点ワット、88。うわぁマイナス183度だ。これはあからさまな冷却が必須なやつだ。ハンピー君には荷が重い。というか無茶ぶりすぎる。おとなしくオキシライトとガラス工房で検討しましょう。そうしましょう。あれ？どうした？これ、水素でガンガンに冷やしたらいけるくない？水素の凝集点は8。うわぁマイナス255度ってこれもう絶対0度と変わらんだろ。そんな危ない代物だったのか。つうかちょっと待って、液体水素ってそれこそどうすんだこれ。はい、宿題ですよ。とほほ。ここで簡単に絶対0度について触れておきます。我々が日常で使う温度の単位はセルシウス、いわゆる摂氏です。これは1気圧で水が凍り始める温度を0度、沸騰し始める温度を100度として、その間を99分割して上下に伸ばしたものです。現代だともっと簡単な関係性になったみたいですけども、もともとはこういう単位でした。これに対して化学や物理の世界ではケルビンという単位を使います。これはどれほどの熱があるのかを純粋に数値化したものなので、温度がない状態からほぼ無制限の高温までを扱います。この際の温度がない状態をセルシウスに当てはめた温度がおよそマイナス273度です。これを絶対0度と呼びます。ちなみに研究所レベルであれば絶対0度以下の状態も再現可能みたいです。自然界ではよほどの極限環境でもないと存在しないと思います。以上、簡単ではありますが絶対0度のお話でした。さて、久々に喜ばしいニュースが飛び込んできました。いや、これはありがたい。マジでありがたいぞ。なんと、メガネっこシステムが無事バランスを獲得しました。にわかには信じられないが、ビュータリングベントが政府手に格下げされたわ。めでたいことだ。医者の仕事はない方が良い。しかしこの程度の真空でバランスを取れるとはね。自動化が無意味だったな。もうバランスが取れてるからね。メンテが必要あるとすれば、熱水が途切れた場合かな。その場合はバランスの取り直しでしょうけども。ほい、うちの熱水のスペックがこれ。休眠を含めた平均で3キロ毎秒。そして電解装置がこれ。ふむ、タプタプのプールを貯水池にしているとはいえ枯渇もありえるわね。もしも枯渇が見え隠れしたら、ここから左に埋まってる熱水の塩水を使おう。代打が多くて結構ね。いや見かね君、別に。いやさぐれてるな。チラッとしか映りませんが、無事に精錬装置と液体クーラーの再稼働がスタートしました。長かったなおい。蒸気タービンの熱や配電問題とかいろいろとあるけども、まずは良かった。これで雪塩水が溢れる心配が減ったわけだ。どんな心配だよ。うちのような特殊なコロニーでのみ発生する悩みである。あれらが動いたってことは、メガネっ子からの水素が届いたわけだね。そういうこと。ロドリゲスおじさんの贈り物だ。キャラが増えてきたけど大丈夫？整理して紹介しろっての。必要なら、いよいよ何の実況かわからんくなるぞ。皆さんも呆れてるから大丈夫だと思うわ。まあハイドラ姉さんのアデ姿も見たいし、検討します。存分にひねられると良いわ。ロドリゲスおじさんの紹介がきついぞ。なんでよ、ハマキを愛するイケおじじゃん。おじさんだけでも7人もいるだろうが、全部は紹介しなくて良いわ。あ、そうなの？7人紹介する気だったよこの人。じゃあいや、良いんだ。泥棒カモン。連隊員を連れてこいってこと？いや違うって。グラビタス社屋の矢探しを観光します。基本的にはデータベースにアクセスする感じだな。ロッカーなんかがあればそっちも開けるんだけどね。この調査って隊員が介入しないけど、今後もこのままなんかね。さすがに不自然だからね。いずれは作業が発生するんじゃないかしらね。この辺のデータベースについては裏で項目をまとめてどこかで公開と考察をしたいと思ってます。コロニー全体を調べないとね。しかしデータベースの項目って一つのコロニーで揃うのかね。無理なんじゃないかね。だよな。根治しようと思うと複数のセーブデータをまたがないとなのかも。このゲームをやってるとなぜか造計算ソフトやデータベースを組む羽目になります。またシートを増やす作業が始まるを。しかしこんなもんだったっけ、受付って。もう少し嬉しい収穫があったような気もする。この8ヶ月、これと3度のデータしか見てないからもう覚えてないぞ。裏で個人のデータを眺めておくわ。記憶が蘇るかもしれないのでね。さて、ここからは前回の続きで、動物のコンドミニアム反応を見ていきます。8分割画面とかにしようと思ったんですけど、ネタが少なかったので順に追います。まずはダッツピップ。予想はしてたけど属ごとに共通みたいだな。爪を研いで中で寝る。そしてタワーにチョコン。意外なことに猫エンジンが聞こえないという不思議。これから聞くんじゃね？まあそんなとこだろうな。ちなみに容体は確認しませんでした。説明項目にアダルトって単語が見えたので。お次はハッチ族、2分割でいきます。爪を研ぐ。なんか背中伸ばしもやってて、これはこれで可愛いな。ハッチ族って変な人気があるわよね。わからんでもない気はする。寝姿も可愛いかも。にんまりしてるな。よく見ると目がないんだね、ハッチって。ほんとだな。
石炭を生む視界のない生物ね。モチーフはヘビかね。洞窟暮らしで視力を喪失してる種類がいたっけね。お次はカニさん。意外にもアニメ少なかったわ。テクテク歩いてきて。定位置に。そして目をコシコシ。ジャコなんかもよくやる仕草だな。カニ系だと砂を払う仕草でもあった気がするわ。そしてこっからが割と面白いと言いますか、反応しない動物が結構いました。今後更新されるかもですけど、まずはモブ。家畜化できないことと関連があるのかも。もともとがなんだかわからん枠だからな。この子は初期の頃なら何か事情があったのかも。今となっては知る術もないがな。次にグリグリネズミ。こいつは意外でした。中長眼虫です。てっきり使うと思ったんだけどね。飛行タイプは使わないのかな。という推論はこの後でコスパ無人になります。バグ族も使わない。これも意外だったな。というか飛行タイプ用のコンドミニアムが追加の更新で来るんじゃないかね。そんな気がすげーする。そしてこれが問題のシーン。スリップスターなんですが、飛行タイプっぽいのに普通に住居を使ってます。もう訳がわからんくなってきた。予想とだいぶ違う結果になってきたわね。しかもやたらと嬉しそう。データベースと更新情報を次回までに読み込んでおきます。なんかスッキリしない結果になってしまったな。まだ続くんじゃよ。バフ族、住居を使いません。引き寄せも効果なしね。ついでにプスプスモーも入れてみる。ご覧のありさまだよ。そもそもサイズ的に入らないな。これは無理やり入ったら可愛いんだけどね。そして意外だったのがドレッコ族が住居に入ったこと。ふむ、まとめるとこうなった。何の関連性も見えないけれども、アニメが用意できていないなど理由は考えられるが、飛行タイプは入りそうもないことはなんとなく察した。今後の更新を気長に待つ感じかね。これはそうでしょうね。正直要素を追加してもらえるだけでありがたいからね。そういうことだな。少し早いけども締めましょう。はい。前回は余剰電力で頭が痛い展開だった。どうしても精錬装置の経路が電力が余るのよね。あれは仕方ないとこもあるんだが、そうも言ってられない。自動化で有効活用したいわね。そして嬉しいことにロドリゲスがバランスを獲得してくれた。これはでかいわ。何しろ調整の手間なく水槽ほぼ無限に手に入れたからな。皆さんに申し訳ないわね。この展開は普通はここまで水が余らないからな。そして動物の振る舞いをアニメで確認もしたっけね。思いのほか追加されててビビる。開発サイドにはあまり無理をしてほしくないとこね。体調を崩されてもかなわんからな。そんなわけで今回も行ってみよう。ゆげさばチャンネルへようこそ。いらしてくださいました視聴者様。今回はこまごました作業からのスタートです。表層付近の精錬金属の回収を頼んでみる。これはロドリゲスの自動化に使うはずだった資源ね。結局穴を開けるだけでバランスが取れたから無意味だった。ハイドラ姉さんはどうすんのさ。今見えてる空間にデザインしてみようかと。で酸素はポイしつつオキシライトにする感じ。多分そうなると思うんだけど、まだ酸度で仮組みしてないんだよな。手元のメモによると石油エンジンで使うみたい。酸化剤らしいな。燃焼促進用か。現実のロケットエンジンもこの仕組みだったわね。そのはず。対してジェットエンジンは酸化剤を周辺の酸素に依存するから、あまり高度を上げすぎるとエンジンが停止すると。実際に旅客用のジャンボジェットとかよく飛んでるよな。あれでエンジンが止まったりしないのかしらね。ちょっとググってみた。止まることもあるみたい。ふむ、確か飛行機ってベルヌーイの定理高で飛んでたわよね。地下鉄なんかで車列が通過すると体が引っ張られるやつな。あれで減速、飛んでるからエンジンが止まってもまあ再起動の余裕はあるっぽい。むしろ吸気口に鳥が飛び込むバードストライクの方が怖そうだ。そういう怖い話がないから、オキシ世界は平和ね。対策しようもないしな。火星バイオームの壊滅もじっくりと進行中ね。移動チューブ引っ張りたいってのは相当、以前から言ってるんだけど。確か電力の確保ができたんじゃなかった？できてる。トイレの左の空間にほぼ負荷のない配電網が来てる。じゃああとは引っ張るだけか。一応ルートも用意してあるからできなくもないけども、ここの塩素間欠泉を開封するのはその後かしらね。パフ先生に漂白石にしてもらうけど優先度は低いな。さてここで早くも今回の話の要点になります。皆さんのご意見がいただけると嬉しいです。要点というのは他でもないロケットの打ち上げについてなのですが、周辺にサポート施設群、太陽光発電、宇宙スキャナーなんかを設置したいのですが、どうやらロケット発射台の下方向に3200度の加熱がなされるそうで、この熱も活用しつつと考えてるのですが、基本的に場所としては今映している空間グラビタス受付の右を予定しています。ロケットって複数台の維持もあり得るみたいなので余裕も取りたいのですが、どこにどうデザインしたもんだか決めかねてます。下手打てないし、サンドで試した際に受付の左右にそれぞれ施設を伸ばしたら手間だけかかりまして、配電網がすげえことになったっけね。あの悪夢はもう嫌だ。配電については後で考察を挟みます。施
しかし合ってるかなぁ、このデザイン。今回ばかりはとにかくやってみるってわけにはいかないからね。作業量的にも、打ち上げ台の排熱も頭が痛い。現実だと発射台の下に水なんかを注水してたわよね。昔の知識だけどそのはず。あれは蒸気化してそのまま空冷ってことで良いのかしらね。わからんが、同じ手が通用するかもわからん。仮に注水式にするなら熱量に応じた水量で蒸気化させて、そのまま宇宙へぽい。機体タンクに貯蔵して蒸気エンジンのご飯にしても良いと思うけど、ふん。ともかく実験あるのみな気がする。ご意見を頂戴しても理解できなければ同じことだしな。ご意見ありましたらどうぞコメントお願いいたします。ちなみにカンニングは最低限しかしてないです。あとは熱問題ね。これは3度で思い知ったわ。とにかく何もかもが熱で壊れるからな。本格的な冷却システムが必須だ。普通に考えれば液体クーラーだけれども、水だと効率悪い気がするんだよな。そこで今、考えてるのが気体クーラーを液体クーラーで冷やすという二段構えの冷却です。思いついただけで何一つ試してないのですが。あれ？エンジンの排熱の3200度ってうちで耐えられるタイルあったっけ？断熱タイルがおよそ熱量の100分の1を受け取るから、32度になるのかな。そのタイルを冷やせば良いことになる？マイナス3200度を叩き込む計算になるぞ。ああ、頭が痛い。何度も言うけど大学の課題だろこれ。宇宙からの打ち上げだから相当にぬるいはずなんだけどね。素人にやらせてるんだからぬるくて良いだろ。地下から打ち上げたら面白いかも。ネタ動画だ。次はスキルホルダーについてです。調べた結果、ジェットパックに興味があるのはエリー&マリーの2人でした。新しいアイドルユニットでも始めるつもりか。良いわねそれ。 AI 先生に書いてもらいましょう。インスタントで良ければ。美化しすぎじゃない？架空のアイドルならこんなもんじゃないかね。よし、後で何かを歌わせよう。変なスイッチが入ったみたい。しかしどっかでスキル獲得させないとダメね。そうなんだけど、今でも結構マルチタレントになってるから怖いんだよな。あれもこれも一人に集中すると効率は悪いでしょうね。作業優先度で調整すれば良いんだろうけど、ここまで触ってない項目だからな。正直、マックス隊員あたりはもういっぱいいっぱいね。皇室採掘に異様に農家に畜産だからな。あれ、全隊員がスキル少ないね。ほんとだ。メカトロと花火しかない。彼に無理やりジェットパックやらロケットやらつけても良いのでは？大丈夫かな？そんな乱暴なことして。女性二人にはしておけないでしょうよ。それは確かにそうなんだけどな。次は研究ツリーね。こっちもロケット周りは手つかずだ。水がタプタプなんだし、やっておいても良いかも。当面の目標は蒸気エンジンまでか。他に終わらせられる経路があったらやっておきたいとこね。モニュメントとか芸術関係はやっておいて良さそう。追加された網の資源周りは後で良いでしょう。研究ツリーって埋まったら何かボーナスあるんかね。そういう話は聞いたことがないな。あるとしたら実績解除くらいかね。まあそんなところでしょうよ。ジェットパックの研究をしつつ、どこにドックをつけるかも検討しないとな。今回はノーマルスーツの着脱からのジェットパックになりそうね。ノーマルスーツってガンダムみたい。なんだか居住区が息苦しそう。あれ、酸素を濃いしすぎたな。二酸化炭素の始末もしないと。設置していた炭素スキマーは停止したんだっけ？そのはず。スリックスターがお腹減らしてたから。今、見るとスリックスターの旧車はダメダメだな。熱源のことしか考慮していないからね。まあ低温で何度か壊滅させてるから、意識がそっちに向くのはわかる気はする。おお、こりゃ少ない。捨てすぎでした。戻しておきます。今日の学び。施設は高度が高すぎると建築できない。ロケットの仮組みをしてみようとしたんですけど、高度制限に引っかかったみたいです。これは表層を掘り下げろってことになるのかしらね。必要ならそうなんじゃないの？受付の上に構築してるのがそもそもの間違いなのでは。3度だから良いかなと思いました。移動時間も考えて、ロケットの仮組みは右側のギリギリに設置してみます。付属設備なんかの実験もしたいし、ちょうど良いんじゃないかね。あまり既存の施設に頼りきりで作ると良くないからね。何が必要かを見極めるのも目的の一つだしな。仮組みしてみた。蒸気も適当に詰め込んでみます。しかし3度環境でロケットを飛ばせる人員っていたっけ？あ、やばい、いないかもしれん。まあ飛ばせるところまで持っていけたらよしとしましょうか。しかしエンジンの下の空間、うまいこと注水できそうだな。もしもスキルの獲得が間に合って飛ばせそうなら実験してみましょう。蒸気はそのまま宇宙にぽいだな。1周年までには飛ばしたいところだけども、間に合うかな。今から負けばいけるかも。まあ頑張ってはみますけどね。負けフラグっぽい発言でくさ。ロケットの支援設備を構築してみた。太陽光発電の初期電源はハムスターで回してみます。この組み合わせは初めての試みだけどなかなか良いっぽい。わざわざ石炭を運ぶ手間を考えると非常に良いアイデアかもね。表層まで石炭を運ぶくらいならここでランニングしてもらった方が良いもんな。運搬キャンセルも発生しないし、自然保護区なんかがつくとなお良いけども、労働利用すればいけるかな。あとは冷却か。次回までに3度で2段階冷却を試したいな。3度の空間も手狭になってきたわね。もう一つ3度のコロニーを作っても良いかもしれん。あるいはセーブデータを派生させて
不要な設備を全部壊すとか。なるほど、せっかく200サイクル近くまで進めたし、その案で行こうか。サンドでスキルもつけられたら良いのに。ないっけ？ないでしょさすがに。皆さん、あったら笑うところですよ。さて、ここらで電源のお話を。現在、困っているのが初期電力です。天然ガスでも蒸気タービンでも必ず初期電力が必要ですよね。初期電力がいらないのはハムスターと石炭くらいかしらね。太陽光はシェルターの開閉があるからダメ。薪ストーブもエタノールの精錬がいるのでダメ。こうなるともう、初期電力はハムスターしかないのでは？一応、蒸気タービンは初期電源が不要かも。お、そういえばそうかも。ロケット打ち上げの排熱や、強度をうまく使えばいけるかな？過去の動画でもお分かりでしょうけど、この問題に常に足元をすくわれてます。うまいバランスになってると思うわ、マジで。万能選手がいないもんな。電気に動物を利用するという課題をもらってるから、まだまだテクは埋まってるはずなんだけどね。マイクロウェーブの受発信とかできないもんかね。作業区でハムスターを回して電力を無線で飛ばすってか。そう。それこそチートでしょう。無線で電力を送りたい。モバイルバッテリーでもあればできるでしょうけど、ソーラーパネルってバブ族で発電しないかね。しない、じゃないの。試してみよう。やれやれ、やることは増える一方ね。よし、作ってみた。物好きねー。何でもやってみようの精神。その心意気は買うけども、あとはバグ族を生成して発電した。嘘だろい。日本語まとめウィキにも太陽光のみって書いてるのに。やっちまったかこれ。あ、大丈夫みたい。アドバンセドノート様がシャインバグ発電を記事にしてる。あ、驚いた。メジャーなテクらしいわ。記事は次回までに読み込んでおきます。心臓に悪いわ。驚いたところで今回はそろそろ締めましょう。はいよ。前回はロケット関連施設のご意見を募集してみた。やはりご意見を頂戴すると違うわね。経験による情報の厚みの信頼度がすごい。そしてロケット関連スキルの確認もしたわね。思いのほか、スキルホルダーがいなかった。これは新人を含めてスキルを取らせる方向で進めましょう。いよいよ打ち上げが視野に入った。そんなわけで今回も行ってみよう。ゆげさばチャンネルへようこそ。いらしてくださいました視聴者様。このパターン多いぞ。うちどうした霊夢さん。ちょうど良いとこに来てくれたわマリサさん。どうしたどうした。ちょっと考えてたことがあって。整理したいから聞いてくれる？はいよ。だ、サンド環境でこってりパッってのを見かけたわけ。ふむ。で、さ、この子が酸素からオキシライトを作ってくれるみたいで。ほほう、便利じゃん。あれ？そう、余剰電力の 1200W をオキシライトの連成装置に回そうって話あったじゃん。あったな。こってりパフにお願いすると 1200W の節電になるわけ。なんてこったい。そしてここでまた一歩踏み込むんだけども。おう、頼むわ。以前にうちの視聴者さんにこういうコメントを頂戴したじゃん。したな。読めてきたぞ。それでよ、ツヤツヤドレッコと原油からのプラ製作で比較するとだ。怖くなってきたぞ。ポンプ、制御装置、ポリマープレス、油性3台の必要電力が 1680W。 ふむ。こいつがツヤツヤドレッコの毛刈り端末、必要電力 60W と拮抗するわけよ。視聴者さんからの宿題の答えはこれじゃないのか。そうとしか思えないわ。信じられないレベルの節電効果。ツヤドレ1匹で 1700W も節電できるのか。水素発電機に大分かよ。確かに電気の塊に見えるわね。すごい気づきだぞこれ。なんていうか、動物ってもしかするとチート系のお助けグッズなのかもしれないわ。ありえるな。これは正直、ないだろってレベルの有効化だ。もちろん生産速度には工業の方に軍配が上がるし、畜産の手間を考慮する必要はあるけど、電力不足のコロニーではマストだぞこれ。特に序盤からの積み重ねでは終わりでしょうよ。いやどれにしてもお手入れ端末を無効化して野生のミールライスにしておけば手間ゼロだしな。かつての放送にていらないことか言ってごめんなさい。畜産の新たな可能性に驚きました。ちなみにですが、バックリンスとブリーチストーンホッパーだと 480W と金の消耗が浮くわ。恐ろしい、油汗が出そう。なんか水素の供給が途絶えがちなんだけど。ああ、ハンピー君の近所の発電機に回してるからだな。向こうのタンクに溜まるまではこっちに来づらいのね。そう、もうすぐ終わると思うけど。じゃあそれは良いとして、オキシライト連成装置はどうしたもんか。今回の気づきに基づくなら作らなくても良いんだけど。両方やっておきましょうか。それが良いかもしれん。後で必要量をパフの生産速度で割って、経過するサイクル数を計算しておこう。まあ水素発電が止まりがちなのを逆用して、電力には遊んでてもらいましょう。その間に施設が完成すればよし。しかし水素発電は便利ねー。もはやズルだな、これは。さてと、あれ？今度はどうした？なんじゃこりゃ、オキシライト精錬装置で金を消耗するみたい。マジだ、よりによってか？なんか精錬の触媒によく使われるわね。いきなり信号が黄色になってしまった。延期する？そうしよう、こんなのばっかりですいません。こうなるとこってりパフの旧車と酸素の誘導がマストね。誘導自体は宇宙にポイしてる酸素を使おう。問題は場所かしらね。ハイドラ姉さんの予定地付近はすでにグーグーだしな。そもそもあっちはロケット関連で今後、埋まるはずだし、いっそのこと、ヘドロ蒸留室の方に作ろうかね。あっちは余裕しかないわね。
使う予定も今のところないし。よし、じゃあ卵が生まれる前にデザインしておこう。ついでに計算もしておきましょう。なになに、こってりパフは1サイクルで最大 47.5kg のオキシライトを排出。酸化剤タンクの容量が 2700kg。 2700÷47.5 で 56.8。 パフ1匹に任せるとおよそ2ヶ月だな。自力で増えることに期待するならまあまあの日数じゃないかしらね。デザインしてみた。あまりに久々の旧車で作り方を忘れてました。多少狭ければ拡張する余地はあるから大丈夫だろう。遊んでた空間だし、まあ良いんじゃないかしらね。そうだな。酸素の供給元はあるんだっけ。すぐそばのスーツドックへのパイプを分岐させる。過剰供給にならないような仕組みがいるわね。そうだな。ブリッジの優先判定か、それともタイマーにするか、それとも再デザインして居住区に寄せても良いでしょうし。それもそうだな。場所の選定もしておこう。そうしましょう。それじゃあ申し訳ないですけど、今回はかなり短いこの辺で失礼します。霊夢さん、お願い。はいよ。前回は動物による節電という気づきから開始したな。つやつやドレッコの凄まじさに震え上がったわ。そしてパフの旧車もざっくり用意してみた。以前と違って捕獲器が簡易に使えるからこの辺はざっくりしてても平気ね。マジで助かるわ。そんなわけで今回も行ってみよう。湯気サバチャンネルへようこそ。いらしてくださいました視聴者様。今回は現状の把握から開始です。まず研究。ロボット甲府先生がもう実完了だな。これが終わればロケット周りね。感慨深いものがあるな。10ヶ月実況してようやくのロケットとは。世界一歩みの遅い実況じゃないの。言うな言うな。そもそも鋼鉄って足りるの。以前作ったロードマップだと最低でも 1.4 トン必要だ。その他にシェルタータイルが1枚で 100kg、 シェルタードアが1枚 500kg。 はっきり言ってシェルター関連材材。こうして見るとえげつないようね。今までがバカバカしくなるレベルだな。現状、鉄鉱石が84トン、石灰が約1トン、石炭が44トン。あ、枯渇してた石炭ですけど持ち直しました。というか採掘しただけですが。あとは石炭発電機を4機も停止したのも影響あるでしょう。あいつは地味にオフライだったからな。メガネっこシステムのおかげで水素発電が大活躍ね。あと、2機残ってるのも置き換えたいんだけどどうしたもんかな。ああ、最初期の頃に設置したやつね。あれって地味に熱源として優秀なんだよな。熱源ってあの辺に冷却効果があったっけ。いや、天然ガス発電機の汚染水貯水槽に装甲つけてさ、汚染氷を入れてたら冷え冷えに。アホか、ごめんなさい。ピップ先生が一度卵に戻ってしまってたっけね。お手入れ端末を無効化してたからな。まあいずれ持ち直すでしょう。それと、今見てるけど酸素が少し薄い気がするな。薄くなる原因なんてあったっけ。左側の元、火星バイオームとの仕切りドアを開けっぱなしにしてるから、向こうに流れてるのかも。ふむ、あまり隊員が苦しそうなのはいただけないわ。酸素の供給を強制しておこう。上の水源は相変わらずタプタプね。こんなコロニー他にないぞ。見たことないレベル。なんかもうじきに溺れそう。公式に作っても面白いかもしれん。これすごくないみたいなノリで。早くシードを公開したいもんね。少なくとも全域の確認が取れるまではダメだけどな。メガネっこシステムは順調に稼働してるわね。電解装置の下の空間がメガネに見えてきたよ。ロドリゲスおじさんの教育の賜物よ。その辺、ややこしいから設定を練っておいてくんない。別に良いけども。ハイドラ姉さんはどうすんのさ。あの人は流れの謎の美女で良いんじゃないかね。 IT と仮想取引でバリバリ稼いでそうなイメージ。まあ任せるわ。後の問題は熱対策ね。メガネっこシステムの熱は対策なしだからな。やるとしたらどうしよう。ロケット関連の冷却とまとめるかどうかからの話になるかな。系統を分ける必要はないもんね。そうなんよ。そしてお構いなしに降ってくる隕石。これって地表の金属はダメージ入るんかね。あのボロボロ落ちてるやつか。大丈夫なんじゃないの。資源が壊れるのは見たことないよな。ないわねー。しかしよく降るね、隕石。何かに利用できないかね。熱でタービンくらいがせいぜいじゃないかね。ちなみにですけど、テラリアだと隕石は落着点が決まってから物理を無視して着弾します。垂直に落着点を決めるので洞窟の奥に落ちることもあるという。こっちはきっちり弾道を引いて落ちてくれるからまあ助かるわ。助かってるのか、これ。お次は研究ツリーね。ロボット甲府先生が終わったポイのでロケットに回すぞ。あれ、プラネタリウムが必要なんじゃん。あ、ほんとだ。どこかに設置しないといけないのか。つうか待て待て、プラネタリウムの稼働にはデータチップが必要らしいぞ。ってことはその手前まで進めれば良いわけね。どうもそうらしい。タスクが減るなら単純に助かるわ。もうギッチギチだからな。あ、これか冷え冷えの汚染水って。そうなんす、凍ってるし。ちなみにこれがメガネっこの熱量です。72度か、要対策じゃん。もうじき壊れ始めるから急務ではある。じゃあ次回の課題ね。冷却システムか、場所選びからなんだよな。いつもの悩みね。自由度が高いとこうなるな。むしろシムシティをプレイしてる方が制約のおかげでデザインに足かせがあった気がする。向こうは通勤とか水とか幸福度で結構、施設の場所は限定されるからな。こっちも通勤の問題は健在なんだけども、割と自由だよな。これもう、シンプルにメガネっこの上でよくない？それでも良いかもな。後で崩落のラインを確認して掘ってみよう。
つうことで見てみた。物質レイヤーで確認中です。表層までかなりの高さの余裕があるわね。これなら後々の拡張も可能そうだし、良いんじゃないか。難点があるとすれば電解装置の拡張を邪魔することね。ああ、それがあるのか。どうすっかな。まあ言っといてなんだけども、電解装置は最悪、真横の海洋バイオームを滅ぼせば良いんじゃね。まあそれはそうだが、住んでる神が泣くぞ。令和になって立ち退きを命じられるとは思わなかったでしょうね。実際は今時でも全然あるみたいだけどな。拒否されてるせいで進まない道路工事があるみたいです。自治体泣かせな話だ。何の話をしてるわけ。わからなくなってきた。グダグダになりそうだ。まったく。それでは視聴者の皆様、申し訳ないですけど今回もこの辺で失礼します。霊夢さん、お願い。はいよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。